かなのわレシピ。はい、ということで今回はですね、はい、イカキュートあるじゃん。あ、ありまするね。ありまするでしょ。ありますね。あります。はい、ということで今回は、はい、イカキュート当てゲームをやっていきたいと思います。わー、面白そう。まあ、ルールは、はい、1人がイカキュートを言います。あ、書かないで言うのか。しかも歌っちゃダメで、棒読みで言うの。丸書いてちょんじゃなくて、丸書いてちょん、丸書いてちょん、棒読みで言います、うん、あ、もう一人は書く。そう、何の歌だろうなと思いながら自分が思うように聞いたまま書いてください。今回は2つずつやります。やります。じゃ早速やっていきましょう。おー、じゃあ1問目いきます。じゃあ皆さんもぜひ書いてみてください。うん、いきますよ。やってましょう、皆さん一緒に。よーい、はじめ。丸いゴムまりありました。ゴムまり、次いいですか。はい。小さなまりをもう一つ、ゴムまりどこへ飛んだかな。ゴムまりどこへ飛んだかな。いいですか。大きな目を開けよく見たら、大きな目を見てよく開けたら、すぐ目の前だ、嬉しいな、一本角生え。はい、完成です。ちょっとこれね、難しいかも。だって書いてないといけないのに歌詞に載ってないところがあるから。じゃあいくよ。ノアの完成したいこちらです、どうぞ。誰、いや、こちらのセリフ、これ誰。何何、正解はドキンちゃんです。ドキンちゃんなんです、この歌。え、口ないじゃん。口ないの。目、え、目つけまなかったっけ、ドキンちゃん。つけまある。ないよ、これ。大きな地球の真ん中に小さな島が浮かんでた、お空に虹がかかったら、2艘の船が着きました。船の底には穴2つ、さあ大変、2羽のカモメが笑っている。お耳をつけたら、ミッキーマウス。やばい、こちら。カードになってきて、こちらです。何これ。ミッキーって書いてある。本当に？いきます。はい。てっちゃんと。誰だよ、てっちゃん。てっちゃん、なんか比較感じすんな。てっちゃん。てっちゃん。つるちゃんが。つるちゃん、丸。するちゃん、蜂蜜買って。蜂蜜買った、叱られて、叱られた、叱られて、平気で平気で、のんきの、のんき、のんきで、のんきで、試験は0点。だってだって横横丸書いてちゃう。だってだって横横丸書いてちゃう。だってだって横横丸書いてちゃう。だって横横丸書いてちゃう。完成。待って待って待って、てっちゃんの完成形ね。待ってね、誰、やばくない。いや、知らない、てっちゃん誰。てっちゃん、めっちゃみんなの絵を見たい。皆さんよかったらみんな DM で送ってほしい。まず朝ごはんはドーナツ2つ、はい、バナナが1本、卵が1つ、卵が1つ、いい匂い。匂いがわからないよ。いい匂い、いい匂い、あっという間に、え、これもう答え言っちゃうことなんだけど、これで完成です。オーケーですよ。正解は3時ゴムでございます。ほら、誰。でもなんかこういうキャラクターいそうじゃない。惜しくない、ちょっと惜しい。バナナがここで。なるほど。でも別にいい気はする。いい匂いが分かんなかった。一個も当たってない。当たってなかったね。でも、なんか暇な時とかにやってもらってもなんかね、いいと思うし、楽しい。高校生でもし携帯持ってて大丈夫な子はさ、休み時間とかに、うん、なんかちょっと暇じゃないやろうよみたいな感じでやっても、すごいね、画伯がいたら面白いかもしれないし、楽しいね。皆さんぜひ遊んでみてください。見てください。はい、本日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったよとか、やってみたいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。